熱っ熱っ。こんにちは、ネゴと時の時です。今回はこれなんかね、USB 充電のハンダコテができたらしくて、これを試していきます。よっほー、なんかいっぱいついてます。こんな感じで、あー何ちゅうたんやんこれ、芯よくわかるんけど、あれですね、交換しやすいですね。これ楽でいいですね。でこれがハンダコテを立てるやつです。で USB 充電、これが C なんですね。でだいぶ安いですね、2000円ちょっとやったんちゃうかな。こんな感じで、なんか書いてますわ、ハンダコテ取説兼故障書。めっちゃ略してるやん、取説って。てか見えねえ、老眼には見えねえ。電源スイッチ5回押し、マジっすか。電源スイッチ速やかに5回押し、オフも5回押しで、手動加熱モード長押しで、自動加熱モードが3回押し、5分間連続加熱の場合、睡眠モードに入ります。5分間したら睡眠モード、加熱中止で再操作によりよって再度加熱可能という形になってきますね。充電、赤ランプやったら危ないですよって、もう充電ないですよって。充電何時間ぐらいやねんな。とりあえずこれですわ。どこですんやろ。これがあれですよ。これ怖っ。怖っ。なんかこれもこのままの方がいいような気する。いつか折れるわこれ多分。でこれ水ね、何がいいんかな、どんな感じで。なんかこれは平べったいやつですね。おーちょ、でこれはこれもなんか円のやつ、なんかスパッと斜めに切ったみたいな感じです。えっていうか普通のやつないの、これか、これが普通のやつかなですね。これ使っていきましょう。ちょっと待って、加熱モード、5回落ちてすごいな。来た来た。怖いわ。これでも分かれへんよな。今でも鳴ったよね。
あれ慣れへんで。ないんかな充電。なんか暖かくなってるような気もせんで。分かれへん。怖っ。なんやろこれ。慣れへんで。なりませんよ。1,2,3,4,5。ここで準備万歳やん。んで長押しすんのか。熱っ熱っ。あ、押してる時間だけか。ほんならおそらくちょっととりあえず水入れてきますわ。猫と時のたぬきにゃ。あと蓋ありました。一回蓋やってみようか。これを入れといたらいいねんな。あ、じゃあこれをこうして入れれるんじゃん。ほらこれで OK という感じですね。で使うときはこれでみたいな感じです。よし、これでほんなら何やったっけ？ 3 回覚えろっていうねんな。速やかに3回押しで自動加熱モード。とりあえず1回長押しだけでやってみましょうか。あ、ハンダがないな。ハンダが、よし、これで。なかなか飛べんぞ。どうした？いけた？どうかな？いけてる。熱い。まあ一応いけてんね。一応いけてますわ。こんな感じで、うん、ちょっとあれなんかな、ちょっと時間かかるんかな、やっぱしね、ちょっと時間かかるんだよ多分。今度はこれちょっと邪魔やな。今度は3回押し。お、これ来てる。7色。出てんかなこれ。よく分かれ。熱っ熱っ。これでもめっちゃありやし、これがちょっとずれますね。これあのあのあれやからあんまり傘がないんで。ちょっと取り付けていきましょうか。ピッて。やっぱし自動加熱の方がやっぱし強いですね。こんな感じでできました。うん、全然 OK と思います。こんな感じで
ほんでこれで終わりなんかな、これで終わりっていう感じですわ。これもいいですね、簡単で。これはちょっとね、これはでも多分ちょっとやばいですよ、これ。これ立ってやっとったりしたら多分あれですわ、折れるんちゃうかな途中で。そんな感じです。これ以上でいい？ちょっと外そうか。ハンダがなくなってきたな。あ、ちゃうわ。ちゃうちゃう。1、2、3、4、5。OK。1、2、3。OK。なんかまた使うときにめっちゃ忘れてそうやけど。ちょっと時間が経って。これがちょっとずれねえな。かさ増ししやな。こんな感じで。OK です。んで、あとは。え、これで、これじゃん。これか。どうなんですよ。これで、こうですね。これ一応わかりますわ、赤ですって。こんな感じで、これいいですね。しかも持ち運びやすい、軽量やしね。あのね、以前ガスのやつあったんですけど、あれも結構いいんですよ。ただあれやっぱしガス抜けたりとかすぐなくなるんで、あの結局補充しないといけないんですね。でまた結局ガス缶が必要になってくるんで、そんな感じですね。なんか一長一短ですよね。だからこれでも充電し忘れたら、これめちゃくちゃいいんですけど、これ充電し忘れたら使われへんし、でかといってガスやったらちょっと重たくなって、ででもガスやから、ガスさえあったらいつでも使えるっていう感じですね。めちゃくちゃ難しいですね。で、まあ過去の一応ガスのハンダコテ動画上げてますんで、また見てもらったらありがたいです。そんな感じかな。なかなかね、いい感じですね。ちゃんと。ただこれね、あくまで予想ですけど、あくまで予想なんですが、これあんまりどうもなんやろ、これどう思います。これ多分ね、これは正直そんなめちゃくちゃ強いっていうほどでもないんですよ。だからこっちの方がええんかな。こっちの方がなんかでも平べったくて、なんか強そうで言えばこの円柱形で、なんかこれもう腹立つな。円柱形でこう切れてるやつが一番強そうやけどね。こことかこうするんかな、ジューって。ほんだら断面当てれるんで強くなるんちゃうかなと思います。これはもう細いんでと思うんですけどね。これはだから正直めちゃくちゃ強いっていうほどでもないと思います。ほんまに中間ぐらいと思います。
で、もしかしたらこれが強いかもわかんないですけどね。これをちょっと使ってみましょうか。これ槍長使えるのかな。多分無理やろうな。開けるわ。開ける。いけるけ、開ける、いけてんな。一応いけてるみたいですね。なんかジョージの方がいいですね。やっぱ強いね。多分すぐ行った。多分こっちの方が強いと思う。こんな感じです。これでもいいですよ。結構ちっちゃいし絶対いいですわ。これこれで終わり、ね、5分経ったら消えるという感じですね。まあ、安全装置もついているということですわ。ですわ。こんな感じです。いかがでしょうか。こっちの方が強そう。怖いわ。こんな感じで、交換もめっちゃ簡単やしね、いいですね。うん、こんな感じで持っていけば。これがちょっとね、もうこのままの方がいいと思いますわ。ちょっと大きめのも申し訳ないんですけど、あれでやって、で、あと入れ物ね、できれば欲しかったですね。これでどうせっちゅうねんって話になってくるから、入れ物が欲しいね。以上かな。そんな感じですね。以上です。